にちは、授業準備 TV のゆめのんです。子どもたちを近くで見守っている先生方は、子どもたちの成長を日々実感されていることかと思います。一方で子どもたち自身は自分たちの成長を自覚することができているでしょうか。子どもたち自身が成長を自覚したり、学期の始めなどに立てた目標を達成するために大切になるのが可視化です。そこで今回は投稿者の先生にお寄せいただいた子どもたちの成長を可視化する実践を2つお届けします。このチャンネルでは先生に役立つ情報を毎日配信しておりますので、チャンネル登録お願いします。1つ目は今の自分の心の状態を確認する方法です。投稿者の先生はこのように心の階段という指標を作成し、教室の背面に掲示したそうです。子どもたちは8段階に分けられた心の状態に自分の気持ちを当てはめて、今の心の状態を確認します。階段が上がるにつれプラスの感情が高まることを子どもたちにイメージさせます。自分がどの地点にいるかを認識することで、次のステップに上がるために何をするべきか考えるヒントになります。こちらの例は高学年向けの目標ですので、学年やクラスの実態に合わせて作成してみてください。2つ目は子どもたちそれぞれの目標を可視化する方法です。目標を立てたものの、気がつけば忘れてしまうということもあるのではないでしょうか。投稿者の先生は個人目標はアップデートしていくことを前提に可視化しているそうです。可視化する際のポイントは、よく見かけることと日常にあること。投稿者の先生は簡単に目標の更新ができるように、貼り替えやすい養生テープと毎日必ず目にする机を活用したそうです。実践方法は簡単です。まずは1、子どもたちの机の前方右側に養生テープを貼る。2、少し努力すれば達成できる個人目標を立て養生テープに書く。3、しばらく経ったら振り返り自己評価をする。達成していれば目標を剥がして先生に提出します。剥がしたテープは先生がノートに保管しておけば、学期末、年度末での振り返りにも活用することができます。4、新たな目標を立てて養生テープに書く。以上の4つの手順を繰り返します。目標を立てるだけで終わってしまうともったいないですよね。以上の手順で毎日反芻しながらスモールステップを乗り越えることで、着実に子どもたちの成長につながります。今回は子どもたちの成長を可視化する実践を2つご紹介しました。可視化することでメタ認知を育むことにも期待できるとのことです。ぜひ参考にしてみてください。本日の動画が役に立った、面白かったと思っていただけましたら、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた明日お会いしましょう。